すいません。今日はね、お仕事で外も出てたんですけど、帰ってきて、なんかいつの間にか寝てて、起きたらなんかすごいこんな感じなんで、まあ多分もう一回寝れば元気になると思うんですけど、あ、心配しないでください。明日もでもお仕事だからちゃんとしなきゃ。薬飲んだんだけど 頭痛薬ね、あんまり治ってない。例えばアルバムのイベントまた始まりました。受付お待ちしております。会いに来てください。ね、なんかローソンさんで店内放送もされるみたいだね。楽しみ。ワクワク。ワクワク。今日初めて知った。ツイッターで。明日からとかだっけ？なんか 明日から今月いっぱいだよね、確か。よかったら聞いてみてください。私もどんな感じなのか楽しみ。迷惑にならないように そう、居座られてもね、迷惑だけはかけないように。こんばんは、ありがとう。ぜひよろしくお願いします。いいね、楽しみだね。そうだね。あと何かあったっけ？
なんかなかったっけ他に発表されたこととかあったっけ。初見さんこんばんは。フェス？何も知らないな。なんかで見たな。何それ、どこに載ってる？前に発表されたやつ？めちゃくちゃ前じゃないそれ。何が発表されたの？マジで分かんない本当に。ちょっと SNS 何も見れてなくて。あ、今日愛南です。よろ。へえ、これか。フェス。山中湖交流プラザキララに大規模アイドルフェス詳細。へえ。16、17って出るんだ。今知りました。多分人決まってないでしょ誰が出るか。知り合いいるかな。あ、でもなんか、あ、そっか。みんなで出れるといいね。で、これ第1弾でしょ。第1弾から第4弾出演者の出演解禁か。出演日が解禁されたのね。確かにこれ前なんか出てたやつかな。で、選考の受付が始まったとらしいです。ニューピックお願いします。名前にフェス、あ、そうなの。なんか出演者は誰か分かんないから。フェス出たいな。フェス出たい。まあほら6月30日にさ、カラーズ出演させていただける。でメンバーにも入ってるんですけど、まあとにかくそれが楽しみすぎて、結構私最近のお仕事の中で一つ。まだ何やるとかは決まってないんですけど、めちゃくちゃ楽しみな。今の感じだと一番それが楽しみだな。まあ、8月末にはねファイナリストライブもあるので、2ヶ月間隔ぐらいに大きな生バンドのステージがあるってことにはなってますけど、まあ、実際どんな感じなのか分かんないので。でファイナリストライブでやりたい曲はもう提出しました。多分近々打ち合わせがあって決まるんだけど、そう、もうやりたい曲は提出して決めて考えて出した。そうそうそう、まあ採用されるかは分かんないけど、まだ何を歌うかは決まってないけど、
その打ち合わせでこういうのがいいと思います、こういうのやりたいですっていうのを提出は してある紙で。そう、候補出すの。新しく歌うソロの曲、去年でいうガラスドールの立ち位置とかは3曲出すんだよね、新しく。そうで、その中でまあなんかバランスとか見て決める。そうそう、とりあえず3曲候補出すの。そう、本番は5曲だったかな、決勝大会は4曲だったかな、3曲だったかな、ちょっと忘れちゃったな。ね、もう案外すぐ来る、3ヶ月後だもん。楽しみ。まあまあ、でも他の今までの感じと比べるとちょっと先だからさ、まだチケットも発売されてないし、曲もまだ決まってないんだけど、うん、そう、今年のファイナリストライブは一味違いますからね、私にとっても。理由はいろいろあるんですけど理由はいろいろあるんですけどそう、不安じゃ、不安なところではある。うん、ただ楽しみたいね、初めての夏開催だもんね。そうそう、夏だから、夏を生かしたなんかねことできたらいいなっていう楽しみもあるし、衣装どうしようかなっていう、もう NGT あんま衣装ないからさ、何がいいかなみたいな、もうそう、もう衣装に幅がないのよ。毎回毎回こう決勝大会の服も悩むんだよ。うん、悩んだ末にそう意外といいとこに落ち着くんだけど、どうしようか。曲のイメージやっぱさ、そのなんだろう、衣装で曲の世界観を作りたいから、だから結構大事にしたいんですよね。特に決勝大会はそう、まあ、ファイナリストライブもそうなんだけど、ガラスドール楽しかったな、去年の、去年だよね、去年の3月、そうだよね、もう1年以上前なんだけど、楽しかったわ。好きな曲を好きなように好きな風に歌わせていただいたもんね。ステージに沈むのは私の希望じゃないけど、そう、あれ春どこ衣装なんですけど、そうゆりかさまっぽいのを選びましたからね。ほら、あ775日行った。あ、なんかちょっと配信してたら気分良くなってきたかも。よかった。まあ、あと6分ぐらいやるか。なんだっけ。そう、ツイッターしたけどさ、YouTube に今ゆりかさまの89話の憧れは永遠にっていういい話がね、投稿されてて、バンダイの公式のチャンネルに投稿されてて、明日までなんですけど、明日の7時59分までなんですけど、それめちゃくちゃいい話だし、永遠のとぼし火っていうゆりか様のオリジナルソングが、ゆりか様の2曲目のオリジナルソロソングが初披露されたのもそこの回なんですけど、その曲の
ミュージックライブステージ CG っていうの、あれ CG なんですけど、あそこもだいぶ演出が綺麗なのでぜひ見てください。マジで永遠の灯火もいい曲、見てください。良い、私の潜在的なルーツである織姫学園長のセリフもあるので、東堂はもう唯一無二のアイドルよ。はい、いいでしょ、ゆりかさま可愛いでしょ、自慢するわよ。でも私ゆりかさまだけはマジで声真似が下手すぎて無理、なんか本当に下手ゆりかさまの声真似できるんだったらもうちょっと人生変わるんだけどな。当時だって12歳だからさ、あんまりなんだ理解もしてなかったんだろうけど、声質がね違いすぎるんだよね。ゆりかさま、ゆりかさまのことゆりかさまって呼ぶもんね私なんか当時からそのなんていうの、子供たち、女の子たち、本当にちっちゃい女の子たちの人気がとんでもなくて、ゆりかさまって私も含めてね。だからそのこうその何89話がさ、子供たち女の子たちがこうゆりかさまの握手会並んでるというか、そのゆりかさまファンの子供にフォーカスを当てていたお話なんだけど、だからなんかすごいいいよね、そこにフォーカスを当てるの。うん、そう、その女の子ファンたちもみんなゆりかさまゆりかさまって呼んでて、ゆりかさまっつって、私のよう、当時の私のよう、今もそう、同じもんようなもんだけどあんなアイドルになりて、もう今から私もキャラ作るか私も今からキャラ作るか。なかなか難しいと思うんだよな、こういうグループに所属してるアイドルってさ、しょっぱなからキャラ作るのって難しいよね。なんかゆりかさまもともとその目が出なくて、そうキャラつけて人気になったから、だからキャラがある方が長いというか、今からキャラつける私も今から、そう、でも何歳までそれやるのって言われるわ。いや私はもう十分これで結構キャラ立ってると思うんだけどな、私。いいや、変えない変えない、このままでいる。ということでね、ちょっと今日はね、ちょっとまあ休むためにも短めになっちゃったんですけど、また明日お会いしましょう。それでは皆さん、男女見ます。13位犬くんさん、12位タカさん、11位シンチャロスさん、10位トシさん、9位突破球さん、8位グロッチさん、7位太郎さん、6位ゆかおしじいさん、5位市田さん、4位東郷さん、3位ベロさん、2位ひろしさん、1位ひょりげたさん、ありがとうございます。ということで、皆さんありがとうございました。まあ寝たら元気になると思うし、ちょっと話おしゃべり配信してたらむしろ元気になったわ。何なんだろう、なんかまあ私結構しゃべると元気になってくれるタイプだから、それかもしれない。はい、ぜひ皆さんね、ゆっくりお休みください、お互いにお互いに休んでください。それでは皆さん、今日も一日、お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。